はいどうも副島MAXでございます。修理完了して治ってきた IZ ちゃん、今回のトラブルでちょっと気になるところがあって、そこをちょっと真っ先に掃除しようかなと思っております。掃除というかチェックですね。スペアタイヤ、この車ももう1台あるデミオちゃんもスペアタイヤっていうのはこの車に積んであるんですけど、それぞれね、最近はねなんかスペアタイヤがない車種もあるみたいなんですけど、この車はスペアタイヤがあったんです。でそれを交換したんですね、このトラブルがあった時に。でその時に結構ねスペアタイヤが汚れてて、あと空気圧があんまり入ってなかったみたいなんで、そのチェックをねちょっと怠ってたなっていうのが反省なんですね。だからそこをまず今日はチェックして、掃除して空気圧が入ってなかったら空気入れようかなという、日にしようかと思っております。スペアタイヤはここです。本当にねトラブルがあってから初めてこのスペアタイヤの交換をしましたんでね、慌てましたねかなり。スペアタイヤはこの下にあります。これですね。で、外す時はここのネジですね、このネジを外します。これはタイヤと同じ系のやつですね。本当にこの間ねトラブルが起こってから初めてタイヤ交換をしたわけですけど、そういう時になるまでスペアタイヤを見たことすらなかったので、これはちょっと反省しましたね。しまったな、チェックしとけばよかったなと本当に思いました。だってどっか旅先で本当にねパンクして、ああスペアタイヤ変えなきゃって時に、なんだよこのスペア丸坊主だよって言ってね、セリフありますけど、あんな感じでいけたらいいですけどね。使えねえってなったらそこから動けなくなっちゃうから、そういうことがないように今回は先にチェックしておこうかという、そういう日です。ひたすらネジを回してスペアタイヤが取り出せるように。よいしょ。これ結構長いんですよね。これラチェットがあると楽なんだけど、このネジを外すとこの上下に動く部分ね、これが伸びて、これでこう外してスペアタイヤを取り出せると。やっぱ汚いな。よっこいしょ。よし。はいはいはい。やっぱちょっと汚いね。空気圧は入ってる。多分修理ね出したんで入れてくれたんでしょう。パンパンに入ってます。洗います。うわ汚い。これは汚いな。ホイールクリーナー。だいたいこれね車体の下についてて外と接してますからね、汚れがこう雨風水埃まみれですね。よしよし。綺麗だった。裏もやっちゃおうか。やっぱ汚いな。そら汚れてるよね。ずっと車体のね下で地面に近いところでその泥とかほこりとかに、思いっきり浴びてますからね。よし OK いいじゃない。よし。綺麗だった。本当はね本当にこのスペアタイヤ使わないのが使わずに済むのが一番なんですけど、万が一ってことがあるからね、JAF 呼んだらとかねいうことにもなるかもしんないけど、とりあえずね修理できるとこまで移動したいですもんね。これでねそっちの方が早いし、どこでどうなのかね分かりませんからね。さあちょっと乾かします。さあタイヤを今度は直します。これ向きはどっちでもいいのかな。この間本当にねフロントがゴギって曲がった時に出した時はね、こっち面が下にこうやってついてたんですね。でも修理してくれた方はこっちで乗っけてたから、こっちでいいのかな。っていうかどっちでもいいのか。どっちでもいいような気がしてきた。よしこれでいいのかな。引っかかりましたね。これでよいしょ。よし。ここで引っ掛けました。じゃあ今度は、締めますね。これしっかり締めとかないとガタガタタイヤがガタついて、この振動で外れるってこともね、ありえますからね。はいはいはい、よし。はい、しっかりとつけることができました。まじまじとスペアタイヤ見たのは初めてです。こういう感じでくっついてんだなって初めて分かりました。いや、チェックすべきですね、これね。はい、というわけで、スペアタイヤをね、チェックして掃除もして、また改めて、場所を確認しながら、収納し直すと、いうことができました。いや、スペアタイヤ本当なんか大事だなと思いましたね。まあ幸いにね、今までパンクしてなかったから交換するようなこともなかったんでしょうけど、でもいざとなるとね、本当に焦ってしまって、で開けてみたらね、あらみたいな感じでしたから、ね、2年に1回ぐらいちょっと見て、ね、洗ってあげるのもいいと思います。特にこの車はね、もう本当に外についてるから汚れちゃいますからね、ちょっと気をつけておこうかなと思いました。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよかったら、コメントを残してください。チャンネル登録も、高評価もお待ちしております。そしてこのハイゼットちゃんがドーンっていった動画はね、こちらにございますので、ここをぜひご覧ください。ではありがとうございました。またお会いしましょう。いつの間にかこういうとこ汚れちゃうね。洗わなきゃ。